はい、山形弁を話し個性的なキャラクターが人気を集めバラエティ番組にも多数出演した女優秋竹城さん今月15日亡くなっていたことが分かりました75歳でしたおよそ2年前に大腸がんを患い闘病しておりました元気な秋竹城でご挨拶したいと本人の希望もあり 公表せずに治療を続けてまいりましたが今週に病状が悪化してしまいこのようなご報告となってしまいました秋武城さんの艶並びに葬儀はすでに近親者で取り行われたということですニュースディグ